G7 は、バイマル共和国海軍及びナチスドイツ海軍で、第二次世界大戦中に使用された魚雷である。直径 533mm、全長 7163mm。蒸気エンジン方式の G7A と、電気推進方式である G7E に大別される。G7A、G7E 型をもとに、多くの派生型が、 研究開発され、特殊機能として、ファットとラット魚雷が生産されている。また進化型となる音響魚雷 G7S が開発されている。1934年に生産が開始され、第二次大戦後の1960年代までは、西ドイツ海軍、ノルウェー海軍、デンマーク海軍によって使用されている。乗組員には R と呼ばれていた。 G7A と G7E 魚雷は、主に U ボートと水上艦艇で使用され、U ボートには予備魚雷も搭載されていた。やがて第二次世界大戦へと突入し、U ボートで主に使用されることとなったが、十分な試験が行われない状態で配備、使用されたことにより、大戦初期には、不発や即発などの不具合が多発した。 ヘクセングルント魚雷実験施設ドイツにおける魚雷の開発は民間企業が生産したことに始まる。エッケルンフェルデで帝国海軍射撃改良開発局の協力のもと魚雷工房と呼ばれた民間企業で製作が行われており、第一次世界大戦後に残っていた民間製作会社は軍が設立した魚雷調査研究所へと吸収され、 1942年には、メクレンブルクイコールフォアポンメルニ州にあるトレンゼコ、魚雷研究所を加え、ポーランド、グディニアにある、ドイツ空軍管轄施設である、魚雷実験施設ヘクセングルントでの開発、試験が1942年から1945年まで行われている。第一次世界大戦の戦風から功績を引かない、電気推進式魚雷の必要性はすでに、 認識されており、1918年には研究が行われていたが、第一次大戦以後、ベルサイユ条約により魚雷開発が禁止されていた。そこでドイツは1923年以降、スウェーデンにある覆面企業で継続して研究開発を行っていた。G7A の推進部。二重反転式スクリューこの魚雷は、 雷速を30キロトン40キロトン44キロトンの3種類から選べ、44キロトンはエンジンに負荷がかかりすぎるとして、改良型のエンジンが搭載されるまで魚雷艇である S ボートのみで使用されている。ドイツが開発した最後のウェットヒーター方式魚雷であり、燃料にはデカリンと水圧縮空気を利用し、出力350馬力。欠点として、 作動音が大きく、明瞭な鉱石を伴うため開発は終焉を迎えることとなった。鉱石を残すことで発見が容易になり回避運動が取られると同時に、時間位置が露見する、危険性があり、夜間攻撃のみに限定されている。例外として、同様に、ウェットヒーター方式を用いた大日本帝国海軍の93式、十五式は燃料に、灯油、 酸化剤に酸素を利用しているため鉱石を残さないことで知られている。高価な兵器であり、生産するにあたり労力、資源を多量に必要としたが、戦中に性能を落とさない程度での再設計が行われており、価格、労力、資源ともに半分以下に抑えることに成功している。G7 営業来先端に取り付けられた接触式進化深度維持装置と、 磁気神官の作動不良が最も多く、これは魚雷クライシスと呼ばれた。磁気神官は地球の地磁気による影響で高緯度地域での使用は発射後に即発する可能性が高く、一時的に磁気神官の使用が中止されている。また、接触神官も船体への突入角が浅いと起爆しないことが判明している。 出撃した艦長たちのあまりに多くの不発報告を受け、エイリヒレーダーは、左門を行い魚雷試験局の技術者数名を、職務怠慢の容疑で、軍法会議にかけている。調査の結果、死者での結果が万全でないにもかかわらず使用許可を出したことが原因とされた。前述したようになりたちが、民間企業の集合体であったことで、TVA は再編され、 各部署の責任者には、海軍士官が任命される結果となった。震度維持は、磁気進管に影響し、射出後、深く先行してしまうことで、目標戦隊下に到達しても、必要とする、磁気量を感知できないために起爆せず、浅く設定すると加速によって回転することで、海面上に飛び出してしまうなどの問題が発生し、震度維持装置も改良が行われている。 一例として、ギュンター・プリーンは、戦艦ロイヤル・オークの来撃に7本もの魚雷を要し、木獣と酷評している。この深刻な問題に対し、潜水艦隊司令長官であるカール・デー・ニッツは、戦場で使用できない武器を配備したのは、軍の歴史上見たことがないと語っている。動力方式追加装備 G7A 魚雷の燃焼室 G7A 型は燃料に、 デカリンと圧縮空気を用いた燃焼による蒸気を利用したウェットヒーター方式の魚雷である。30キロトン、40キロトン、44キロトンの3種類の速度域が選べ、その速度域に対し12,500メートル、7,500メートル、5,000 500メートルの射程となっている。雷石が伴うため U ボートでは主に夜間攻撃に使用されている。弾頭には TNT 換算で 280kg の策略が充填されている。魚雷重量 1538kg。戦後、対戦中に使用されなかった魚雷は、ドイツ、ノルウェー、デンマーク海軍などで使用されている。また、目標からそれた魚雷は、自動的に海没するように設計されていた。設計番号 T14 魚雷は、 特殊潜航艇向けに重量が 1352kg へと軽量化されたほか、浮力の調整が行われた。雷速34キロト3 4 k ン射程 3.4km。一組命名べ名。G7E は蓄電池を用いた電気推進式魚雷であり、鉛蓄電池52個を使用し 91V、92A、H の電力が供給され、 蓄電池全長は3メートル、魚雷中央部に2列平行に並べられた。この魚雷の特徴は G7 で発生した雷石を出さないことで日中の攻撃などに使用されている。しかし、蓄電池の温度により大幅に射程が変わってしまうため、魚雷発射室内において外部電源を用いて蓄電池室内を摂取30度に保つための予熱作業が行われている。 なお予熱作業を行うことにより60%の延伸が可能であった。本体重量 711kg、消化禁止速度は3 0 k ンに設定されていたほか、ファット、ラット機構が組み込まれたものも生産されている。音響追跡魚雷。1934年から開発が始まりプロトタイプである G7E ファルケが1940年に開発されている。 G7E は開発にあたり技術的問題を抱えていた。構想による事故発生音により音響追跡センサーが影響されてしまい改良が行われたが根本的な解決には至らず結果雷速を上限2 5トンに制限した。また目標となる感染速度が1 2トン以下の場合は音源が探知できなくなるなど開発は 困難を極めたが、1943年に試験が成功したことで生産され実戦で使用されている。この G7E の進化型である g 7 s ン系日比が1943年9月に開発されている。連合軍はこの開発情報を事前に察知しており、実戦で使用され被害が出始めると、この魚雷に対抗するため、フォクサーと呼ばれる。 騒音発生機を開発し、完備工法に、これを栄光することで無力化している。しかし、ドイツ海軍上層部はこの異変を、直ちに察知し、疑惑装置に反応しないように改良した G7 遺材が生産されている。その他、イギリスはこの魚雷を回収し、そのうちの一本をアメリカに引き渡している。この技術をもとにイギリスは、マーク11、アメリカは、 マーク18魚雷を開発したが、対戦中に配備させることができたのはアメリカのみで、あった。なお G7S の派生型として、有線により発射後も追跡している音波が正確か確認し、かつ魚雷の操打も可能にした誘導機能を備えた、デルヒエ疑問装置に弱いパッシブ方式を補うため、アクティブソナー方式のガイヤーが開発、実験されている。 シュタインバルシュはバルター機関を採用した魚雷である。技術者であるヘルムート・バルターは魚雷推進方式の研究も行っており、研究の結果から火酸化水素を用いたバルタータービンを発明した。その他ーボートにもバルター機関を使用した推進方式を搭載している。16種類を設計し、このうちの3種類が実験用として開発されたが、 実戦には投入されていない。実験結果、雷速45キロトン、射程8000メートルであった。ファット魚雷に搭載された、ジャイロスコープファット魚雷の構想パターン1942年12月、G7A 魚雷の改造型である FAT が開発された。この魚雷は、本体内部に複雑なジャイロ機構が備わっており、射出後、 一定の距離を構想したところで発射前に指定された変身を一度行い、その後、あらかじめ決められた運動を行う、もう一方のジャイロ機構により800メートルから1200メートルの直線構想後、半径300メートルの弧を描き反転し、再度直線構想に移る反復パターンを幾度か繰り返す平面模索魚雷である。 この機構により一度車線を外しても、再度戻ってくることにより、船団のいずれかの船に当たることで非常に効果的で、あった反面、欠点としてこの魚雷には発射後、コントロールすることができないため、複数の艦で同時に使用することで同士打ちの可能性があった。ラット魚雷の構想パターン。射出直後と、パターンに移行する前の二度、変身が行われ、 パターン変更もされている2種類が開発されており、G7A 魚雷にこの機構を組み込んだファティと電気式魚雷である G7E に搭載したファタイがある。ファティは雷石を明瞭に残すため、主に夜間攻撃で使用されている。ファティは2種類の派生型があり、初期のファティは一度変身した後、左回転を続けることで追跡してくる。 駆逐艦などへの対抗魚雷として、後部魚雷発射艦に装填されたが、航続距離5000メートルと短かったために、効果的でなかった。そこで、この結果から、搭載バッテリー数を増やすことで、航続距離を7315メートルへと伸ばした、後期型が生産されている。1944年には、 ファット魚雷の技術を電気式魚雷である G7E に搭載した改良型ラットが開発されている。ファットの変身設定が1度なのに対し、ラットは2度の変身と、その変身設定範囲角度を広げることにより、時間位置による発射制限を減らした。その他、パターン構想中の反復角度も変更可能とし、雷速も5キロトンから21キロトンまで、 設定可能にしている。G7A 魚雷に搭載された T1 ラットと G7E 魚雷に搭載された T3 ラットが生産されているが、生産数はわずか70本であり、1944年までは使用されていなかった。ありがとうございます。